別に逃げてきたわけじゃないわよ。私はあのバカがこそこそヒメラギってこと付き合うなら付き合うで堂々としてればいいのに。水臭いでしょうが。本当に付き合ってないからじゃないの。え、なのにあいつはヒメラギちゃんととりあえず古城を誘惑してみるってのはどうだ。誘惑ってなんで私が。おいおい、色仕掛けは情報収集の基本だろ。ハニートラップってやつ。元木。彼女に電話する時間だ。ハニートラップの仕掛け方、元木か。いい加減にしろってな。二人だけの秘密か。 The next day。 は？何やってるんだ。まったく古城ったら、いつまでも寝てるといたずらしちゃうぞ。無視して寝ないでよ。早くどいてくれ。重い。重くない。いいから早く。ちょ、待って。先輩。あのどうぞごゆっくり。あ、ゆきなちゃん。もう古城くんのバカ。もしかしてやきもち。それはないだ。あの子に弱みを握られてるとか。なんでそんな話になるんだよ。元木もたまにはいいこと言うわね。結局何しに来たんだ。そうね、宣戦布告かしら。あ、ヒメラギ。何でしょうか。朝からクラスメートとイチャついていた暁先輩。だからあれは朝日の悪ふざけだって。そうでしょうね。